だがそれ以上にお前たちの力とそれを確かめられ、今の俺よし行こう、この内戦において。そしてああ、この優質ある俺なりのアルバレアのあり方を。ねじじ、これぞ青春ってやつだね。やれやれ、うんうん本当にね。共にぶつかり合って初めてわかることもある。私もこの学院生活で身をもって学んだからなこれでこれからのことですが、そうは問屋がおろしませんわ。今の声を、あそこだ。あ、あれは甲冑。あの二人は、ごきげんよう、トールズ士官学院7。せっかくの再会のようですが。俺たちの一体知った顔もいますが、まあせっかくですし。見くらうヘリが第七使徒、筆頭大使を務める新卒のデュバリーです。我がマスターの命によりこの地に推参しました。結社の手先、第七使徒、鋼の聖女に率いられた敵隊だと。かの槍の聖女が率いた敵隊と関係が確かあなたはアルゼイドの娘でしたか気になりますか。でも教えてあげませんわせいぜい悔しがるといいですわ。そして気になって気になって夜も眠れなくなればいいのです。ふん、黙みろですわ。なんだこの女は。そう教えたくないのであればあえて問いただすつもりはないが。ちょっとお待ちなさい。本当は知りたいはずなのに何を余裕ぶってるんですの。言動はともかく凄まじい使い手みたいですね。ええ、執行者ではないもののあちらに控えている方は正直次元が違いますけど、せっかくですしあなたの方も名乗って、まだそんなところにいたんですの。ふぅ、その程度の数ならお前さん一人で十分だろう。ああもう、ナンバーワンのあなたがそんなことでどうするんです。ナンバーシャロンや怪盗 B と同じ。ええ、私のナンバーはナイン。ナンバーは執行者の強さを示すものではありませんが、それでも彼は特別、結社最強と言っても過言ではありません。鋼とどちらが上かは試したことがねえけどな。さっきのレースは悪くなかったし。俺はマクバーン、豪炎なんて呼ばれている。うだうだ問答するのは面倒だ。相手をしてやるから。この凄まじい気当たりは炎。参りますわよ、我がマスターより授かりし神速の剣。とくと喰らい上がれですわ。まあ、こんな場所までわざわざ付き合ったんだ、1分くらいは持ってくれよ。なめるな、みんな全力で迎撃するぞ。任せるがよ。俺の番だな。はい、はっ、任せるがいい。好機つきあい
任せるがよい。うん、リミだな。せい、マイル。うん、行ける。お任せください。ソラ、いいだろう。うん、悪くはない。なに、あれ、私の番ですわ。今です。さあ、皆様もご一緒に。了解です。任せるがいい。よっこっ。はっ、ぬりぬりぬり。私の番だな。うん、俺の番だな。チャンスだ。続きますわ。視線の歪み、とくとご覧あれ。はっ、失礼。塗り。終わりだ。クリスタルセイバー。塗り。しぶといですわね。アルゼイドが被験、とくと見よ。奥義コージーランプ。うち、ソラ、俺の番だな。燃えろ。やあ、まあまあです。あ、ありえませんわ。マイ、塗り。お任せください。塗り、私の番だな。おいしゅうございます。燃え、私としたことは聞くな。もう終わるか。そんなここまで。今までに見た中でもナンバーワン。正面からでは分が悪すぎますわね。あの女騎士はなんとか捕らえたが。まさか学生ごときに不覚を取るとは。しかもアルゼイド家の娘相手に、なんたる屈辱。おいおい、手を抜きすぎだろ。確かレーベのアホから1本くらいは取ってなかったか。まあ100本中1本くらいでしたけど。じゃなくて、ん、ひょっとしてお前混じってやがるな。何のことだ。いや、気づいてないなら別にいい。その程度だったらたかが知れてるだろうしな。あ、一体何を。そんじゃ、あとは任せたぜ。踏んづかまえて公爵に渡すのはお前さんだけで十分だろう。ちょっと待ってください。さすがにこの数は、少しは手伝ってくださいな。だから面倒くせえんだって。もう少し熱くなれる相手がいや、ともかく。だったらお次は私が相手をしましょうか。あ、この声、やっと来たか。と、なんですの。やれやれ、急いだ甲斐があったわね。ここまで化け物じみた相手が来ていたなんて。あんた、サラ教官。遅くなったわね。私が来たからには君たちに指一本触れさせないわ。7組の担任教官としてね。教官、永久遊撃士。はあ。ナイスタイミング。遊
まさかユージス。あるルートから極秘裏に連絡が取れてな。万が一を考えて保険をかけていたわけ。そうだったのか。サラ様、ご無事で何よりでしたわ。はいはい、そりゃどうも。この子たちのために蛇の仲間相手にやり合ってくれたみたいだし、一応感謝しとくわ。まだやる気ですの？遊撃士風情が加わったくらいで状況は変わりませんわよ。だがまあ人里もなさそうだし。あ、いけない。あれは、ちょ待ってください。さすがにそれは。ああ、この声。あれはアルバレア公爵。父上。おきてが。おいおい公爵さん、せっかく突きかけた火がしけっちまうだろうが。手紙に記した通りです。自分は7組の仲間と共に自分自身の道を行きます。あくまで父上や兄上とは別にアルバレアの在り方を見極めるためにも。ユイス、おいでなすったわね。気候変、見たことのない機体もいるわ。まさか新型なのか。しらけちまった。あなたはもう。リンさん。ああ、どうやら出番みたいね。彼を呼ぶんだ。ここが正念場。お願いします、リン様。来い、灰の騎士バリマール。おう、まあ任せておけ。いや、